育才から78年です。沖縄戦で命を落とした友のため、未来を作る子どもたちのため、命の限り自らの戦争体験を伝えてきた元白梅学徒の中山菊さん。今年1月に亡くなった菊さんと20年交流してきた平和ガイドやその後輩たちが思いを紡いでいます。信記者のリポートです。ウクライナで起こっている戦争、そして戦争体験者の方々がどんどん減少している現状を見ると、次は私たちがどう行動するかが平和、未来の平和に深くつながる時代になってきていると私は思います。ガイドとして戦跡を案内する沖縄尚学高校地域研究部の玉木美優さん。直接会って話を聞くことができなかった元白梅学徒の思いを胸に刻んでいます。私のお友達の千代ちゃんにね、もう死んじゃおうと言いました。そこで元白梅学徒の中山菊さんは78年前の沖縄戦で学友22人を失った経験をもとに、戦争の悲惨さや平和の尊さを多くの人に伝える活動に力を尽くしてきました。かつて軍国少女だった菊さんはおよそ2ヶ月傷病兵の看護に当たりました。戦況が悪化し、突如解散命令を受けた菊さんたちは戦場を逃げ惑い、自ら死を選ぼうとしたこともあったといいます。1年前の慰霊の日、白梅の塔の慰霊祭に菊さんの姿がありました。悲惨な戦火に巻き込まれて尊い命を失われ、かけがえのない人生を絶たれた皆様方のご無念を察し、断腸の思いに駆られます。この時すでに菊さんの体はがんに侵されていました。あの頃はね、お国のためだと割り切っていました。どうしてその戦争というものをね、私たちはお国のためだからといって、もう一生懸命協力しましたからね。でも今はそうじゃありません。協力したことを悔やんでます。戦争は絶対悪だと、平和につながらないと。今年1月、菊さんは94歳で亡くなりました。戦争に対する考え方も、それから家族に対する考え方、たくさんたくさんいろんなことを教えてもらいました。優しさの中にも強さがある方で、全女子学徒隊のことをですね、しっかりとこう後世に伝えていこうということ、活動の尽力なさって、尊敬すべき先輩だなと思っています。菊さんと20年近く交流を続け、白梅学徒の記憶を継承するため、平和ガイドとして活動する荒垣由紀さんもその一人です。本当に孫のように可愛がっていただいて、一日気張ってて、改めてなんか本当にいなくなったんだなと思って。私今年活動携わってちょうど20年目で、いっぱい菊さんに報告したいこともあったし、いっぱい準備してることあって、だから余計にもうちょっと元気でいてほしかったな。ゆきさんが菊さんに出会ったのは、沖縄尚学高校の地域研究部に所属していた時、他の部員たちと沖縄戦について学びたいと思ったことがきっかけでした。彼女たちは学校自体がなくなってしまってるんですね。後輩がいないってなると語り継がれていかない。語り継がれていかないっていうことは記憶が風化してしまうので、それは良くないと思って、であれば勝手に後輩宣言をして、私たちが語り継いでいこう。この後輩宣言は今日までの20年間
代々受け継がれています。先月26日、ゆきさんは母校を訪れ後輩たちに講話しました。タイトスカートだと今度作業がしにくいよね。だからそれがモンペに変わっていくんですね。キクさんは最後まで言ってました。あんなダサい制服着たくなかったって。本当着たかったのはジャンパースカートの本当の二工場の制服だった。彼女たちからもらった種を絶やさないようにしたいなって思ったんです。繋いでいきたいなって。だから今語り継いでいます。今の2年生と1年生はキクさんと会って直接話を聞くことは叶いませんでした。私たちはずっと本で勉強してきたので、実際にキクさんから聞いて学んできたユキさんの話はとても同じ高校生だなっていう、同じ女の子だなっていう感じがとてもしました。ユキさんが言っていた種をこう巻いていくっていう言葉がとても印象に残っていて、私たちもその種になって花を咲かせたいです。解散命令が下され、学徒たちがバラバラに分かれるその日まで、知らんね学徒隊46名に一人も重症で歩けない負傷兵には青酸カリを渡して処置するよう命令されました。処置とは徴兵たちを強制的に自決に追い込むことです。ウクライナで起こっている戦争、そして戦争体験者の方々がどんどん減少している現状を見ると、次は私たちがどう行動するかが平和、未来の平和に深くつながる時代になってきていると私は思います。世界中の方々が 何者にも恐れることなく怯えることなく過ごせる日々を作っていけるような活動を私たちはこれからみんなと一緒にしていきたいです。去年、病に侵されながらも慰霊祭に参加したキクさんが残した言葉。一番何もしないことがダメなのよ。自分のできるようなことはした方がいいと思いますね。キクさんが後輩たちに託した思いはこれからも紡がれていきます。キクさんの思い、今を生きる私たちがしっかりとつないでいきたいと思います。沖縄テレビでは今年2月に放送した中山キクさんの追悼番組を明日の午後4時50分から再放送します。また明日午前11時ごろから公式 YouTube チャンネルでドキュメンタリー番組昔々この島でを特別配信し、その後午前11時50分から沖縄全戦没者追悼式の模様を生配信します。ぜひご覧ください。